チームもなかなか、うん、あの波に乗れない中、まあ、今日は強敵の、あの柏レイソルが相手だったので、すごく、気持ちも入ってましたし、まあ、選手全員が、まとまって、まあ、何をやるべきかっていうのが、分かっていたのかなっていう感じはしますね。はい、監督からはコンパクトな守備ということが一つテーマとして挙げられていましたが、そのあたりの手応えいかがでしたか？まあ、相手にあのボールを握られるっていうのは、まあ、ある程度分かっていて、まあ、その中で最後のところだったり、まあ、中に入ってくるボールをしっかり跳ね返したりっていう、そこからカットしてカウンターにつなげられればなっていう感じでは考えていたので。まあ、前半は本当に狙い通りというか、まあ、もう少しボールを持てる時間が長ければよかったんですけど、まあ、まあ相手によってはね、こういう戦い方もあると思うので、しっかりそのコンパクトの守備からカウンターで点を取るというところで、すごく効率の良い戦い方ができたかなという気がします。ただディフェンスとしては楽な試合ではなかったと思いますが、この試合無失点で乗り切れたというのは本当に自信にもなりますよね。まあ、ここまで無失点の試合はなかったので、まあ、柏レイソル相手にゼロで抑えられたというのはすごく自信になりますし、またホームで無失点で勝てたというところで、サポーターの皆さんにも、喜びを共にね、分かち合えるというか、まあ、そういう、試合を見せられたので、すごく良かったな